はい、ボノボの研究をしている横山拓正です。今日はボノボのメスの性器こすり行動とメスたちの性周期の動機との関係についてお話をします。ボノボのメスも私たち人の女性と同様に周期的な生理周期があります。人の女性の性周期は約30日ぐらいになりますが、ボノボのメスの性周期は約40日くらいになります。今日はボノボのメスたちの性周期についてと、メスたち特有の行動である性器こすり行動との関係についてお話をします。ボノボのメスの性周期の動機について話す前に、人の女性の性周期の動機について話したいと思います。人の女性の性周期の動機について一番有名な論文は1971年にネイチャーに掲載されたご覧の論文になると思います。この論文では大学の寮で生活をする女子学生を対象に実験を行い、ルームメイトや親しい友達との性周期が同期するという結果を示しました。非常に興味深い研究ではあるのですが、近年ではそのような性周期の同期は見られないと否定する論文も出てきており、人の女性の性周期が同期するかどうかについては今もなお様々な議論がされています。さて、今日の本題、メスのボノボの性周期の動機について話したいと思います。人の女性を対象とした研究と同じように、飼育下のボノボのメスの性周期が同期するかどうかについて分析した論文が2022年に出版されました。ボノボのメスは人の女性と同様に周期的な生理周期があり、1サイクル約40日間の性周期を示します。また以前の動画でも紹介したように、ボノボのメスは排卵日が近づくと性皮がピンク色に大きく膨れ上がり、排卵が終わると性皮がしぼんでいくという特徴的な生理状態があります。この論文ではメスの性皮がピンク色に大きく腫れ上がる時期、性皮最大主張期間が同期するかどうかについて分析した論文になります。論文の結果では、ボノボのメスにおいては性皮最大主張期間が同期する、性周期の同期が見られるという新たな発見があり、特に一緒のグループで長期間暮らしていたメス同士に性周期の同期が顕著に見られるということが分かりました。またメスの性周期の同期は性器こすり行動の頻度とも関連しており、性器こすり行動をたくさん行うことによってそのメス同士の性周期が同期しているのではないだろうかという結果も示しています。非常に面白い結果だと思います。これまでボノボのメスの性器こすり行動は挨拶行動に似た交渉であると言われてきており、性器こすり行動の社会的機能について分析する論文が多かったのですが、この論文では性器こすり行動と性周期の同期との関連について、つまり性器こすり行動とメスの生理状態との関連について分析した新たな研究だと思います。実は私自身もボノボのメスの性器こすり行動と性周期の同期について研究をしたいと思って分析をしていたのですが、先送されてしまいました。少し悔しい気持ちもあるのですが、このようにボノボについて新たな発見があったことは非常に嬉しく思います。この論文では飼育下のボノボを対象に実験が行われていたので、ぜひ野生のボノボのメスでも同じように性周期の同期が見られるかどうか、将来的に研究ができればなと思っています。